自民党の総裁選が、はい、まあ、消化してきて、うん、で、まあ、メディアがもう一生懸命同じ盛り上げをやってんだけど、うん、肝心のいろんな人たちの意見を、うん、候補者の意見を見てると、うん、変われない自民党っていう感じかな。やっぱりそうですか。それがすごくなって、変われない自民党だなって、うん、あのコバホークとかいう小林鷹之さんが最初に立候補して、うん、それで記者会見やったじゃないですか、はい、なお前からまあ僕もツイッターとかいろいろ叩いた、うん、旧統一教会の集会出てんじゃねえかとかね、はい、それから安倍派の幹部をなんか一部、うん、なんていうの解除しろとか言ってるとか、うん、そういう話をしてんですけど、うん、若手に変えてその刷新するっていうイメージを、うん、作ろうとして小泉進次郎氏と小林鷹之氏がその先頭に立ってるようなイメージを作ってるな今。若手代表、うん、若手代表、はい、だけど、うん、みんなよく考えてほしいんですけど258人の自民党議員の 55% は4回生以下、はい、つまり2012年の安倍政権が誕生した時に大量に生まれたのが、うん、なるほど安倍チルドレンなんですよ、うんで小林鷹之氏も安倍チルドレンなんです、うんうんうん、だからそこがとっても大きなポイントになっていてなぜかっていうと安倍派は統一教会で一番関係が強くて、うん、細田博之も亡くなったけど会長もそうだったし安倍さんもそうだったけど、うん、それから裏金問題の中心はもう明らかに安倍派だったわけですよね、はい、二階派もあるけど、うんはい、だからそういう問題についてきちんとした姿勢を取れないことがよくわかった、うんうん、よくわかった、うん、つまり、うん若手になればすごく良くなるって言ってフレッシュになるって言ったんだけど、うん、そんなことはね安倍はズブズブだっていうのがもうはっきり分かりました見た目しかフレッシュにならないってことそうそうそう顔も年齢だけ新しく生まれ変わったっていう感じがしてるんだけど中身はずっぽり古いままで例えば、うん、その彼はそのなんだろう安倍派のその処分裏金の処分の問題でも、うん、あの一人一人が政治家が自ら説明責任を果たしていくんだってこう言ってんだよ、うん、何を言ってんだ政治に誰も言ってないのは安倍派じゃないかって、うん、そういう問題はあの全然自分には答えてない、うん、それから岸田さんや二階さんが不出馬で責任を取ったんだ、うん、責任じゃないじゃん逃げちゃってもう責任じゃないの、うん、っていう、うん、そういう問題がもう明確に出てきているしそれから処分の具体的なことに関してもいわゆるあの政策活動費のその内容についても、うん、第三者委員会を作るべきだ、うん、それ不足でさ作るべきだって言って何にもやってないのが自民党じゃん、はい、じゃあどう作るんだよって具体的な提案は全くないわけでしょ、うん、そうね、全く同じじゃない、うん、っていうのがこの間起きてることで、うん、だから旧統一教会問題でも、うん集会に出て喋っちゃってるわけでしょ、はい、で内容についていろいろ質問されても覚えてないとかさまた同じじゃないそれ、うん、年寄りだろうが若かろうが同じだろうでもっとひどいのはグローバルサウスの連携を私がやってきたって言うんですよ、うん、でグローバルどなたがサウス運用小林鷹之氏あだけど、うん、ほとんど親玉は、うん、その甘利明さんとか萩生田光一さんなんですよ経産大臣だったから、うん、それで経産大臣でその萩生田さんと一緒にやった案件が、うん、セネガルの支援なんですよグローバルサウス、はいはいはい、でところがグローバルサウスの ODA で、うん、女性のための職業訓練校を建てたんです、うん、ただその建物の至るところに、うん、旧統一教会関連団体のロゴマークがくっついてて、うん、そうなんですか外務省の課長が慌てて行ってそれを消しに行ったっていうのが顛末らしいですそうなんですかそうメディア出てますよそれをあの暴露したジャーナリストフリーのジャーナリストがいますから、はい、だからってことは学校作るお金は旧一と旧統一教会でいやいやそれを政府の税
税金で旧統一教会関係をやってるってことですよ。すっげえズブズブなんだよ。これが大問題だというふうなことをやってるのが彼なわけですよね。で、統一教旧統一教会は当然夫婦選択的夫婦別姓も反対でしょ。反対ですね。で、彼の回答は、いや、マイナンバーでもパスポートでもみんな兵器するようになってると、十分じゃないかと。法律で決めてねえでさ、兵器したって何の意味もないじゃないか。パスポートで海外行ってさ、兵器してるから、もう一個の別姓は使えるのか使えねえじゃん。だからなんていうかね、言ってることがもうデタラメ。で、まあ、4回生っていうのは、はい、もちろん安倍チルドレンだから、旧統一教会とか、裏金問題ずっぽりだだけじゃなくて、魔の4回生って言われて、スキャンダルだらけだ。他にどんなスキャンダルありましたか？いや、もうたく、なんか、しょっちゅう辞める人みんな、大体4回生だった。宮崎健介さん、一番有名だよね。不倫問題。有名ですね。そうそう。あまりにも。そう。で、その、問題は、その、258人の 55% が4回生以下だっていうのが自民党の若手なので、若手の代表として小泉進次郎氏が出るんだけど、小泉進次郎氏は最初に、争点は憲法改正だっていうわけで、推薦人を集めようとしたら安倍チルドレンしかないから。で、そういうことを言うわけじゃん。だけど、僕、小泉進次郎氏が、その、とうとうと憲法論を語ってるの一度も見たことないわ、みんな聞いたことあるのかね、多分ね、はい、全く分かんないんだ、で古谷さんもなんか言ってたけど、小泉進次郎にすれば失言が多いから、やった方がいいんじゃないかというふうに逆説してきちゃう言ってたけど、多分ね、若手から票を取ろうとするとそういうふうになっちゃう自民党なんです。だからフレッシュでも何でもないよ。だって国民にとって、いや、あらゆる世論調査にとって憲法改正なんてすごい、パーセンテージ低いですよ。優先順位としては低いですよね。どこの日経新聞もそうだし、最近出たやつ見ても、まあ、大事なことではありますけどね。いや、どうかね、大事かどうか、それすらも、だってもっと大事なのは、例えば円安インフレどうするかとか、裏金どうするかとか、その方が大事ですけど、裏金、そういう問題あるし、原発防衛マイナー保険証、あらゆる問題ね、 IT がどんどん遅れてるとかさ、そういうような問題は一切出てこないの。フレッシュになってもその問題は解決しないんですか？出てこないと思う。絶対ダメじゃん。ダメです。だから憲法改正とか、安倍チルドレン寄りの発言をしてるから、どうしてもそうなっちゃうじゃん。で、問題は、その他に出てくる人はみんな閣僚でしょ、で人気投票やったらさ、今小泉進次郎がトップになって、2番目が石破さんで、3番目が高市さんなんだって、だけど、そうそう、高市さん 11% で、23% が小泉進次郎氏で、石破氏が18かな。で、こういう順番なんだけど、人気投票でさ、僕悪いけど、三流の競馬予想誌みたいで、なんだこれ、中身ねえじゃん。な、決闘なのか？世襲の順番で、賛成だったら20丸、小泉だったら4世だから30丸、石破2世だから10丸みたいな、白三角とかね、そういう話じゃないだろうと思うんだわ。それで、他の候補を見てると、みんな元閣僚じゃん。そうですね。元閣僚だと、岸田政権でやってきたことを絶対否定できないでしょ。まあね、一緒にやってきたわけ。一緒にやってきたもん。じゃあなんであんた、岸田さんが辞める前にあんた辞めなかったのかっていう話になっちゃうから、そうすると、一切フレッシュさがない。悪いけど、林芳正さんは官房長官、河野さんはデジタル大臣、高市さんは経済安全なんとか大臣、安全保障大臣。という、そういう感じは、茂木さんは幹事長でしょ、っていうふうに見ちゃうと、ほとんどフレッシュさがない。で、僕ら考えなきゃいけないのは、その、まあ、石破さんは地方創生って言ってるけど、結局それも自民党にいる限り、多分、安倍派が多数だから、それを裏切るようなこと言えないでしょ。っていうことになると、僕は三つの争点だってずっと言ってるんだけど、一つは、やっぱり、裏金問題で具体策を言わないと、絶対ダメだと、ね。どうやっていくのか。どうやって。だから、縁故主義だとか、
公正なルールがなければ、うん、経済も政治もダメになるのは当たり前なんですよ、はい、やっぱりそこのところで、うん、ヒューマンな怒りみたいなものを、うん、が基本なんで、こういうのを正してなきゃいけない。だからアベノミックスと円安インフレもやっぱり正さないといけないけど、それを肯定してる立場だとダメでしょ。もともとあれですよね、岸田さんのこう支持率がどんどん下がっていったのもこの裏金問題が大きく作用してるわけですからね。そうそうそう、おまけに円安インフレだから、うんうん、いうヒューマン的な怒り持ってる人候補にいるんですか？いないから問題だと思ってる。それで、うん、そういう意味で最後もう時間ないから言うけど、うん、その裏金とか政治献金をもらってる企業がやってる政策なわけじゃん、みんな。防衛費も、うん、原発もマイナ保険証も。だからもうちょっと普通の平場の人が苦しんでる問題に、うん、に直球を投げて、はい、きちんと公約を立ててほしいと思う、はい、ありがとうございました、うん、金子勝先生でした。岸田さんってこう3年間ですね、1000日以上首相でいたので、うん、結構長かったんですよね、はい、戦後の首相35人の中で歴代8位と、まあ、結構長い間やってたんで、うんうん、だとするとやっぱりこの岸田首相が、まあ、やらなかったこと、放り投げたことってことについてやっぱり考えなくちゃいけないと思うんですね。でしかもその14日の会見で岸田さんはですね、自身の首相時代を大きな成果を上げることができたと自負してますっていうふうに言って、うん、結構自分の実績をですね誇らしげに語ったというところがありまして、そこで並べたのが何かというと、30年続いたデフレ経済に終止符を打つ、そのために新しい資本主義のもと賃上げと投資促進のアニマルスピリッツを官民連携で復活と、原発再稼働、新型革新炉の設置などエネルギー政策を転換と、待ったなしの少子化に対応するため 3.6 兆円の大規模な少子化対策を実行と、国際社会の複雑化困難化に対応して5年で43兆円防衛力を抜本的に強化と、分断が進む国際社会において協調に向けた、国際的な議論をリードというふうにご自身で言ってるんですけど、まあ、なかなか、あ、そう、その通りいろいろやってくれたって思う人はあまりいないと思うんですけどね。はい、で、この、まあ、自民党と金の問題についてはですね、政治改革を前に進めるとの強い思いを持って、国民の方を向いて重い決断をさせていただきましたというふうに言って、まあ、かなり自分は頑張りましたよっていうふうに言ってるんですけれども、うんうん、なかなかこれ、まあ、聞いてる記者の方たちも、うん、本当は椅子から転げ落ちるような気分だったんじゃないかと思うんですが、まあ、それぞれこの彼の言うですね、功績っていうのを見ていくと、うん、この30年続いたデフレ経済に終止符を打つ、そのために新しい資本主義のもと賃上げと投資促進というふうに言ってますけど、うんうん、まあ、思い出すとですね、当初ですね、彼が言ってたのは令和版所得倍増計画というやつで、それがいつの間にか、まあ、資産所得倍増計画になって、まあ、貯蓄しないで、はい、まあ、投資をしろというふうに言い始めて、まあ、先日の、まあ、株価のね、うん、大きな変動によって、まあ、NISA とかですね、新たに投資を始めた人たちが、まあ、不安になった、不安にさせたというのは記憶に新しいところですけども、うん、そしてこの原発再稼働を新型革新炉の設置などエネルギー政策を転換というふうに言ってますけど、ちょうどね、さっき砂山さんが記事で紹介してくれたように、うん、今日の朝日新聞の朝刊で、この福島原発事故後の原発の安全対策の費用というのが、電力会社11社の合計で6兆円超えるということになっていて、はい、まあ、そこの記事にはですね、まあ、これまでの想定より対策費が割高になるケースも出始めているので、原発のコスト面での優位性というのは大きく揺らいでいるというふうに書かれていると。うん、まあ、またね、先々週また地震もありましたし、そしてこの安全保障を考えたときに、まあ、ウクライナ情勢を見てもですね、うん、まあ、真っ先に原発狙われるぞってことが分かってしまったってことを考えると、まあ、この彼の原発再稼働っていうのを別に当然ですが、うん、万歳するというかね、その積極的に受け入れるってことはなかなか難しいだろうと。で、さっきもね、それもニュースにもありましたけども、うん、まあ、デブリがね、うん、まあ、約880トンあるけれども、はい、それを未だにずっと取り出せてなくて、うん、今度試験的に取れて3ミリグラム、うん、あ、3グラムですか。3グラムしか、うん、まあ、うまくいってもっていうですよね。これ、実はずっと前からやる予定で、うん、21年、22年、23年とずっと延期されてきたものなわけですよね。だからこれを、何もその、進んでいないんだけれども、うん、まあ、こういうふうに成果として高らかにいっていたと。うん、そしてこの待ったなしの少子化に対応するために 3.6 兆円の大規模な少子化対策を実行と、うん、これも言ってましたけれども、まあ皆さんご存知のように出生率というのも改善はしていない。で、選択的夫婦別姓とかですね、同性婚とか、まあ、いろいろなこの人々の暮らしの選択肢っていうんでしょうか、そういうものを増やすっていうことを彼はしたわけでもなかったと。うん、で、このまあ防衛力の抜本的強化ですよね、5年で43兆円にしますよというふうに言ったけれども、これも散々議論されてきましたけれども、何がどれくらい必要だから、これくらいのお金が必要ということではなくて、まず増額するぞっていうのだけを決めて、財源もどうなんだろうか、そして、まあ、自衛隊に入りたがってる人たちも少
少ない、なり手が少ないのに、まあ、防衛力を抜本的に強化っていうのも何なんだろうと。あとやっぱりこの少し前に発覚したですね、あの防衛省と自衛隊の不正受給、まあ、200人を超える一斉処分というのもありましたけれども、うん、ああいったものってのもきちっと検証されているのか、調査され尽くしたのかっていうことも言いたくもなりますよね。うん、で、もう一つはですね、うん、この分断が進む国際社会において、はい、協調に向けた国際的な議論をリードしましたというふうに言ってますけれども、うん、まさにこの自分が総裁選に出ないっていうこともですね、うん、どうもアメリカに前もって伝えていたなんていうニュースもありますし、まあ、その前に報じられてました、まあ、沖縄など各地でですね、この米兵による性犯罪というのが公表されてなかったっていう件についても、どうもその後検証されてるわけではないだろうなと。だからこの次に総裁になろうとしてる人、まあ、今いろいろこう、なんかリストだけ出てますけど、まあ、生まれ変わるっていうのであれば、まあ、岸田さんがですね、こうやって放り投げたものをどういうふうに対応していくのかっていうのを明示しなくちゃいけないわけですけども、まあ、それをしている人っていうのはなかなかいないですよね。で、当然みんなその組織の中にいた人なんですから、うん、それについて答えなくちゃいけないと思うんですけれども、はい、うん、それについては答えてくれないということなんですよね。だから、うん、まあ、ずっと岸田さんは、私はやりますと、まあ、最初ね、ノートを持って、これで刷新しますというふうに言ってたわけですけれども、うん、まあ、それが実行されてないというところに立ち戻って、もう一度検証しないと、なんとなく打ち出される刷新感に騙されてしまうということだと思いますけどね。はい、このね、期間に少しでも改善したことが何かあればね。うん、そうですよね。うん、言ってはいるけど、うん、具体的にどうってことはあんまりなくて。うん、俺頑張ったぞっていうふうに言われて、さよならって言われてもね、うん、困りますから。少なくとも裏金だけでもちゃんと整理をつけて、うん、ね、そこだけでもやってくれるの、うん、もしかしたらもう一度岸田さんって声も上がるかもしれないのに。ためにね、ってことですね。はい、残念ですね。量的なもっと言いたい放題でした。太田さん、はい、うん、まず天星人語から今日はご紹介したいと思います、はい、うん、両脇にくっついた幼い我が子が震えていた。当時妊娠6ヶ月、彼女は東京の駅の構内に座り込み、真冬の夜をじっと耐えた。行き交う人の一別が刺さる。誰も助けてはくれない。苦しかった、すごく寒かった。節目がちに振り返る。アフリカから来た難民申請者のイディさん、反政府の武装勢力に町を襲われ多くの人が死んだ。夫も殺された。一時的なビザが降りた日本に2人の子供と逃げてきた。路上で過ごした夜、あと支援団体に救われた。命をつないだのは民間の助けだった。日本を含む難民条約の加盟国には逃れてきた人を保護する義務がある。だが英仏独などと異なり、日本には難民申請者の生活を保障する法制度がない。法の裏付けのない保護費はあるが、審査は厳しく路上生活になる人も多い。先日、以前に公園で知り合った別の申請者から電話があった。助けて、腹が減った、耐えられない。会うと痩せて目はうつろだった。路上で2ヶ月、もう心身は限界だ。彼のそばで夜を明かす。虫が容赦なく服の中を這う。腕中が蚊に刺され、いくらかいても痒い。別の夜は恐怖に打たれ、夏でも芯から震えた。彼はつぶやく。冬になればもう死ぬかもしれない。日本に来てこんな生活をするとは思わなかった。母国を逃れ必死に助けを求めた人間をまた苦しめる。命の瀬戸際へと追いやる。それはなぜなのか。それが私たちの望んだ作りたい社会なのだろうか。こういったコラムが載せられていました。はい、厳しいコラムですね。日本に来て、法制度がない。そうですね、日本には難民申請者の生活を保護する法制度がないと。難民は生活を保障されない、うん、お金がもらえないっていうことですよね。はい、続いての記事です、うん、これは毎日新聞の記者の目という記事なんですが、うん、木原真紀さんというパリオリンピックを取材した方のコラムが載っております。はい、人権尊重の義務を果たせ、住まいを追われた移民ら1万人超という見出しがついているんですが、うん、オリンピックをめぐる問題を告発している NGO の連合体メダルの裏側がまとめた報告書は、今年春までの1年間でパリや周辺で移民ら 12,545 人がテントなど仮の住まいから追い出されたと指摘。この NGO によると、パリ当局はこれらの排除についてオリンピックとの関連を否定したが、オリンピック直前の5月から7月も2,572 人が強制排除されたとする。排除があったとされる川沿いの橋の下を訪れるとコンクリートブロックが並べられ、寝泊まりできなくなる一方、橋にはオリンピック用の装飾が施されていたという記事が出ておりました。なんか日本でもこういうことありましたよね。ありましたね。日本はね、排除アートみたいなのがこう、はい、寝泊まりできないように、いろんなところに置かれていたっていう話もある。パリもそうですね。まあ、あの東京オリンピックの時はね、うん、そのいわゆるこうホームレスの人たちも追い出されたっていうのもあったんですけど、はい、あとあの国立競技場を新しくするっていうんで、あそこにね、うん、
ね、こう都営住宅でしたっけ、公営住宅、はいはいはい、公営住宅があって、うん、そこを建て替えるんだって言って、うん、結果的にその高齢のね、うん、独居老人なんかがこう追い出されたなんてこともあったので、うん、オリンピックってものにつきものの宿話なのかもしれないですよね、はい、表と裏、うんね、光と影ですね、うんうん、ただあれですよね、うん、その別にこのフランスのね、こう商業、うんまあ、パリのパリ五輪のね、まさに今日、うん、今太田さん紹介してくださったね、毎日新聞のこの木原、パリで取材した木原記者の書いているのもその通りだと思うんですけど、うん、ただこのね転生人口も含めて言えば、うん、ヨーロッパでこう極右なんかが台頭して本当にそのこうヨーロッパ各国悩みに悩んでるわけですけれど、うん、でもそれもある程度こう移民や難民を入れて、うん、でそのこうある種の副作用で、はい、こういうねバックラッシュで極右が台頭してなんてことが起きているっていうのがヨーロッパ、フランスはじめとするヨーロッパの状況で、ところが日本の状況を考えてみると、うん、そもそも難民をほとんど受け入れてなくて、うん、でまさにねこう転生人口が書いてるような、うん、こういうそのねこう逃れてきた人が本当にその日々の生活すらできないような状況を放置しておいて、うん、こうね、排除とかみたいなことをしているこの国というのと考えると、うん、まあ日本の状況のひどさっていうのがちょっと一層浮き彫りになるなっていう気はしますけれどもね、うん、まあウクライナから逃れてきた人は2007にいるって聞いてるんだけどね、まあ、そのなんか国によってなんかこうちょっと対処が違うみたいなこともね、ウクライナの場合だとこう、ね、ロシアに対する反感だとか、あるいは国際的なこうなんていうのかな、圧力なんかもあって受け入れたところが、ね、本当に日本に来ているようなこう必要があってきているアジアの人たちなんていうのに対してはものすごく冷たいっていう、まあ、だからね、国籍によって差別するべきでもないし、苦しんでる人をどこまで受け入れられるかってことを真剣に日本も考えるべきだと思いますけれどもね、はい、ウクライナから来た人は日本に行く夢がなければ死んでいたと、うん、夢がなかったら死んでいた、家族と別れて一人で日本に避難してるとね、飼い猫とも別れてもう会えない、多分野良猫になったと思うと、動物とも別れて、まあ、日本に来て他の動物を世話してるわけですけども、家族はまだウクライナにいるということで、まあなんか写真なんか見るに載ってるんだけど、それ見るとやっぱりあれだね、もうこのなどのくらい経った2年、そうですね、うん、2年、うん、2月28日でしたからね、うん、もう2年半くらいになるんです、明日で2年半ですね、そうですね、2年半ですね、はい、かなり経ちましたけど、そうだね、ますます状況は悪化してます、そういう感じだよね、うん、はい、大太さん、もう時間もちょっと今日は限られてるんですけれども、はい、うん、あのロシアの捕虜、うん、ずっとウクライナ兵の捕虜の拷問が地獄だという、うん、そういう記事を取り上げようとしておりました、はい、棒で殴打し電気ショックを与えると、うん、体重が32キロ減って消えない傷が残ったという記事ですね、はい、現在ね、これがあちこちで起こってるっていう話だから、ね、はい、この時代に、はい、その他取り上げようと思っていたのが、うん、朝日新聞の記事ですが、兵庫県の知事の疑惑に関する問題で、はい、元局長のパソコンが告発後回収されていたということが分かりました、うん、百条委員会の県議はちょっとやり方が強引だったんじゃないかというような記事を取り上げようと思っていました、うんうん、知事もでも結構強引だったからね、そうですね、ね、はい、知事がですよね、知事が小学の根源ですよこれ本当に、はい、うん、それから東京新聞の一面トップはスーパーから消えた米いつ戻るということなんですが、まあ、品薄に防災買いだめが追い打ちをかけている今現状があるということなんですけれども、スーパーによりますと新米出る来月半ばには供給が整うんじゃないかという見通しが出ております、うん、それから最後にデブリ、福島第一原発のデブリ、取り出しをしようとしたんですが初っ端からミスで延期されたと、再開は原因究明後というそういう見出しが出ております。ジャーナリストの安田光一さんにお話を伺います。まず今回の甲子園ですけれども京都国際が優勝しました。この優勝あるいは出場とともに注目をされたのが、前身が在日韓国人向けの京都朝鮮中学ということです。まずこの学校、はい、どういった学校なんでしょうか。いわゆる京都朝鮮中学校、つまり朝鮮学校として最初はスタートしたわけですよね、戦後間もない頃に、はい、その後あの韓国系の学校に変わりまして、京都韓国学園という名称になりました、うん、でその後あの現在は一条項、つまり教育基本、法のですね、第1条に基づく一条項の資格を取りまして、はい、現在京都国際学園、つまり一般の学校、日本の学校という認識の中でですね、現在も運営されている、あの生徒さんのほとんどは日本人だと伺っております。うん、
この学校に対する異常とも言うべき中傷、これが私も非常に気になっているわけです。多分お話しされた、されるだろうと思ったわけですけども、いわゆる校歌の問題ですよね。はい、学校の校歌、歌ですね。そうなんです。これが韓国語の校歌であることからですね、SN 上ではものすごいヘイトスピーチが、やっぱりルフされているわけですよね。私もざっと見てみたわけですけども、こんな学校が、いわゆる甲子園に出場すること自体がおかしいとか、高野連から除名をしろとか、甲子園を汚すものだ、そうした心ない中傷の言葉が SNS でマークされているということに、私は本当に憤りを感じています。また歌詞の内容についてもいろんな表現が飛び交ってましたね。こちらいかがでしょうか。それ歌詞はいろいろあるでしょうね。その冒頭の例えばトンヘ、まあ、東の海という言葉が表現そのものが韓国の表現であって日本の表現ではないと、日本なら日本海の家のようなですね、物言いも相次いでるわけですけれども、はい、その歌詞の内容あるいは、その効果のが韓国語であることをもなぜ中傷しなければならないのか、優勝校をここまで誹謗中傷し、で心ないヘイトスピーチと何かけるのか、それが本当に私理解できません。 あえて言いますけども、今 SNS 上で吹き荒れているのは完全なるヘイトスピーチです。単なる中傷でもなければ誹謗でもない、これはヘイトスピーチであるという認識が僕大事だと思いますね。効果、英語で歌われる効果だってあるわけですよ。はいはい、これに対してはおそらくこうした批判通称は押し寄せてこないと思うわけです。韓国語であるから、つまり同校に対する批判あるいは通称といいますものは極めて強要な差別から来ているヘイトスピーチであると思います。つまり韓国に関係していると思われる学校であるから、あるいは高価な韓国語であるから、こうしたことから多くのヘイトスピーチが、突きつけられているんだと思うんですね。これ一方で韓国のユン大統領は、祝福のコメントを出しています。こうした動きいかがでしょうか。それは韓国 の、まあ、大統領として、あるいは韓国人としても当然じゃないかなと思います。いわゆるもともと母体が韓国系の学校であったということからすれば、そこで祝辞を出すのは何も問題ないでしょうし、はい、ただ私とすれば大人の争いになることは避けるべきだと思っているわけですが、純粋にね、この長い戦いを勝ち抜いてきた学校ですよ。はい、そしての実力、力量でもって高校野球の頂点に立ったわけです。これをなぜ素直に祝福できないのかということですよね。で今例えばヘイトスピーチ、全ての、ネットユーザーがヘイトスピーチしてるわけではなくて、特にひどいものを私さっき羅列したわけですけれども、はい、ただ、この人々おそらく野球好きなわけではないでしょう。あるいは甲子園に熱中してたわけではないでしょう。日頃から嫌韓的な言動を、あるいはそうした考え方をずっと抱えてきた人々である、ヘイト的な人であるというヘイト体質を持った人だと私は思っているわけですね。はい、つまり野球に、一喜一憂しているわけではなく、とにかく韓国が嫌いだ、あるいは韓国の国歌、校歌が流れること自体に嫌悪を示す人々であるということ、僕はこれは差別の問題として捉えるべきだと思っています。そして安田さん、今日のまた動きといえば、小池都知事が朝鮮人虐殺への追悼文を送らないとまた表明と、はい、今年も表明ということになりました。それに対してもちろん市民団体もさらなる抗議や要望を出しています。この点安田さんいかがでしょうか。これで8年連続になりますね。はい、しかも小池知事毎年同じことを繰り返しているわけです。結論から言いますと、私は追悼文送るべきだとずっと訴え続けてますので、今回の小池さんの方針といいますもの非常にがっかりしておる。でも半分は予測してましたけれども、はい、小池さんはある意味、追悼文送らなくなってから送らない理由というものを変えていないんですね。当初から震災のすべての被害者に、を追悼するんだと、すべての震災被害者を追悼するんだから、何も朝鮮人の虐殺被害者だけに 別途ですね、追悼文を送る必要はないといったことを言ってるわけですけども、はい、これもこの番組でも何度か私話したと思います。虐殺で亡くなった方というのは、地震を生き延びた人なんですよ。はい、地震で死んだ方ではないんです。地震を生き延びたにもかかわらず人の手によって殺された方なんですね。つまり自然災害による死とは違うわけです。はい、
地震の犠牲者を悼むのは当然であって、でもちろんそれはそれでやるべきだと思います、うん、そして同時に地震を生き延びたにもかかわらず人の手によって、つまり、差別と偏見によって殺された人々をきちんと追悼することも、その地域の首長としては当然のことなんではないでしょうか。これをしかし、私みんなを全員を追悼してたから構わないというのは、自然災害の中に、いわゆる人災を閉じ込めるようなものだと思いますね。またこれ小池都知事は説明をしない、つまり何かこう丸めるんだけれども、実際にじゃあ歴史についての考えであるとか、その判断に至った理由などを透明化しないということも合わせて続いています。改めていかがでしょうか。その通りですね。小池都知事はこの歴史認識に関して見れば、例えば虐殺について会見で問われて、虐殺があったかなかったかは歴史家が紐解くべきだとおっしゃってるわけです、はい、もうどれだけ歴史家がこれまで紐解いてきたと思ってるわけですか。もう何度も何度も紐解いてきた。少なくとも日本の歴史家と呼ばれている人々の中で、関東大震災における朝鮮人虐殺を否定する人なんていませんよ。十分に紐解いてきた。どころか東京都が持っている資料の中にもきちんと虐殺が記録されているわけです。百年史っていうね、記録の中にも。それを否定するんですかってことなんですよね。ですからそうした歴史を直視し、そしてきちんと追悼する本来ある首長の役割というものを果たしてほしいなと思います。そうですね、はい、まだ9月1日にはなっていませんの で、 で、ね、過ちは直ちに改める、うん、そうした姿勢が可能なんだということを、まあ、このタイミングでも見せてほしいなとは思います。朝鮮人虐殺、朝鮮人犠牲者の追悼の点をめぐるニュースについてなんですけども、はい、やっぱこういった加害の歴史に対して、公の立場にある人がどういう態度を取るのは非常に重要ですね。うん、で、まあ、追悼文を送らないということを、まあ、改めて、表明するっていうのは、これはまあ、取りやめるということで、まあ、かなり明確な表明であって、うん、非常に問題だと思う。うん、で、この犠牲者の、すべての犠牲者にというときに、やはりこの言葉で覆い隠してしまうものはありますね。はい、それは先ほど触れたような加害の歴史というものをうやむやに何かふんわりとした言葉で包んでしまう行為であって、うん、決してこれによって何かがこう回収されるわけでは全くないと、私はこれは本当に問題行為だなと思う。そうですね。というわけで今月は戦争について振り返る通り談話とかいろんな話もあったわけですが、よく例えばその戦争の惨禍の中で亡くなった全ての方にみたいなことも言ったりするわけですけれども、うん、そちらの方も政府の方の加害責任、これは植民地支配ということだけではなくて、やってはならないように借り立てて、うん、いろいろな場所で批判を無視してんであるとか、あるいはその、まあ、装備の貧弱な状況であるとか、あるいは国内のいろいろな不良配給でその餓死者、いろんな方をこう殺してしまった国としての責任というものを国家が足らないというところにする、うん、よくその加害責任ということに触れるか触れないかというものが、うん、何かチェックリストかのように捉えられるのは結構誤解だなと思って、うんうん、その言葉の中で何を覆い隠すための言葉具になっているのか、そういうような何を語る言葉が何を語らない言葉に直ちになっているのかっていうのは、それからいろんな言葉を繰り出す政治家の発言を見て注意深く見てね。そうですね。でこの時に、まあ、小池知事が言っている異例の禁止っていうものはじゃあ果たして何なのか、異例とは何かっていうことを言われると思うんですよね。この異例っていう言葉で思い出すのは、ドキュメンタリー映画で公開されている骨を男、ご覧になりました、はい、番組でも、ね、あれもこう痛むとか異例っていうことがどういうことなのか、まあ、関連的異例と行動的異例というふうに具志堅さんは分けてらっしゃいますけれども、はい、そういうこともちょっと合わせて思い出すようなこともしましたね。そしてガザの方は、例えばその言葉ってどうなの、例えば自衛権は必要だというふうに言った時に、その自衛権という言葉が何を指しているのかとか、ハマスのテロを許さないといった時に、ハマスのテロと言われるようにイスラエルに対して行われたと考えるのかなど、その言葉を発することで何を隠そうとしているのか、おそらくまあ自覚的だと思うんですけれども、その点についてもやっぱり注意が必要ですよね。いや本当におっしゃる通りですね。やっぱ言葉っていうのは立場だったりとか何か態度というものを指し示すものなので、単なる言葉というふうに過ぎ去るんじゃなくって、やっぱり立ち止まっていきたいですね。いやだからね、その収益化ということで言うと、ネットニュースのあり方もそろそろ考えた方がいいなと思うのは、はい、結局あれも見られたら1ビューにつきいくらかもらえるわけですよね。そういうことです、はい、だからより炎上案件を積極的にニュースにしていくっていうサイトもあるわけです、はい、やらしいこと言っちゃいますと、まあ、今一番日本でそういったネットニュースというか、インターネット上のニュース系で、ページビュー表示数が稼げるのは今も昔もヤフーニュース
ニュースのトップですよ。はいはいはい、でヤフーニュースのトップっていうのは、まあ、大体6本か7本のニュースをずっと出してるんですけど、うん、あそこに1時間乗ると、うん、大体50万ページビューから100万ページビューいくんです。へー。お昼休みの一番いい時間帯に1時間乗ったら100万ページビューです。マジっすか。そうすると1記事、はい、まあまあもちろん契約にもやるんですけど20万円から40万円ぐらい入る。でそういうトピックアップって編集の方がやってますけどやっぱり時事の今の話題ですよ。で今の話題って言ったら例えばテレビやラジオでコメンテーターさんが言ったことを過激なことを見出しにしちゃう。そうすると今このラジオを聞いていらっしゃるであろうウェブライターの方たちが一生懸命見出しそして一生懸命派手なことを言って記事にしちゃうという。なるほど。いやね。いや、僕もなんかいろいろ最近、知り合いが、はい、まあ知り合いがちょっとなんか発言で炎上したので、知り合いが。うん、はい。どういうことでこんなに炎上してんのかなと思ってね。ちょっと古いんですけど、はい、2020年にサザエさん一家が、コロナ禍ですよ、はい。コロナ禍の物語として家族旅行に行ったと。それで炎上したっていう案件があって、その記事を読んでみる東京大学の教授の方が分析したのかな、助教授か、はいはい。結局、サザエさん一家がコロナ禍で、旅行に行ったというのをけしからんと言った人は、はい、冷静に分析すると11人しかいなかったんです。はい、その11人しかいなかったことをとあるスポーツ新聞のニュースサイトがサザエさん炎上って書いたんですよ。それきっかけに一気に広がったんです。でこれは何なのと、はい、まあ、これをモチーフにして不謹慎にも程があるっていうドラマの中でもあるアナウンサーが炎上する様子をね工藤官さんがフィクションで書いてたけど、はいはい、ね、11人しか不適切って言ってないのに、うん、炎上させることができる世の中なわけじゃないですか。そうですね。この収益化が問題でしょう、そうですね、と思っちゃう、うん、本当にお金儲けのために、やっぱり一生懸命そこを上げなるべく派手なタイトルの記事をアップする。だってそれサザエさん関係ないわけですよ基本的に。関係ないですよ、うん、でもタイトルでそうつけることで、うん、これが何十万かのお金になるということですよね、うん、これはどうなんでしょう。まあそれこそさっきにイーロンマスクに言っていきましょうじゃないですけどおかしいんじゃないですかこういう収益の仕方は。誰かが傷ついてそれで炎上して裏でにお金をもらってる人がいるっていうこの仕組み自体に異を唱えることはできないんですか。一つは我々メディアの責任でもありますよね。ああああ私たちはラジオテレビだけじゃなくてウェブメディアもやってるメディア媒体がありますから、そういうところの責任もありますと、はい、あとはヤフーなりのニュースをピックアップする側、うんうん、そちら側の責任ももしかしたら少しあるのかもしれない。もちろんそれ持ちつ持たれつところがあって、はい、どんどん記事にしてもらって見られて宣伝に使ってる要素もあるから、そう、都合が悪い時だけねおかしいんじゃないかっていうのも確かに変な話ではあると思うんですが、うん、なんとなくそろそろここら辺にルールができないと、まあちょっと不幸なことがまた起こっていくんじゃないかっていう気がしますよね。そうですね。これ構造的なものなんでね、うん、なんとかここを良くしていかないと、うんうんうん、ずっと続いちゃいます。ずっと続く、はい。誹謗中傷はやめましょうっていうのは簡単なんですよ。簡単ですね。それでは収まらないってところですね。うん、そうね。さらに三上さんに気になるニュースを解説していただきましょう。こちらです。キャッシュレス決済で。日替わりコメンテーター今一番気になるします。今夜は学の長井玲さんのでので哲学対話でございます。はい。はい、改めて思ってしていることをなんでと問い直して人々と一緒にぐるぐる悩む営みですね。で、お約束が3つありまして、1つがよく聞くこと、2つ目が自分の言葉で話すこと。これは偉い人の言葉を持ってきて、だから正しいんだぞってしてしまわないということですね。で、最後3つ目は、まあでも人それぞれですよね、と終わらせない。うん、この3つですね。うん、そして今日のテーマが綺麗事ってなんだろう。これはリスナーの方からいただいたお題です。はい、今回はラジオネーム匿名徳子さんからのご提案、はい、このテーマに来ます、はい、ラジオネーム匿名徳子さんから。長井さんの哲学対話、リスナーさんたちのお便りや皆さんの会話に脳内で参加している気持ちになって毎回楽しんで聞いています。今回初めてメールしました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私が最近気になっているのは綺麗事という言葉です。朝ドラ虎に翼のある回を見ていた時、主人公が部下の差別的な発言を注意して部下から綺麗事ではなく現実なことを言っている
現実的なことを言っていると返答されていたのを聞いて、綺麗事ってなんだろうとモヤモヤしたのがキックス。綺麗事とは理想的なことばかり、妹が見えていない視野の狭い人に対して使う言葉だと認識していましたが、多様性への理解や差別や戦争への反対意見など当然と思われる主張でも、それらを綺麗事とまとめて実現不可能な理想像とされるような風潮には強く危機感を覚えます。弱い立場にいる当事者の人たち、困っていることや気づいてほしいことを訴えるため、この言葉を使うときには何も思わないんですが、強い立場にいる人がその立場をさらに強固なものにするために使うとき、とりわけ強烈な違和感を覚えます。綺麗事という言葉について皆さんはどう感じますか？取り上げていただけると幸いですと。まずラジオネームアイコンさんからいただきました。茨城県鳥羽市にお住まいの方、ありがとうございます。ありがとうございます。理想や目標を掲げている人や言葉について、今風に言うとそれを腐す W ね、言葉が綺麗事だと思います。綺麗、はい、ではなくお綺麗になことだ、お綺麗なことだ、お綺麗なこったみたいな感じが、うん、ではないでしょうか。以前座り込みのデモに参加した時、近づいてきた人にそんなの現実的ではない話しかけられたことがあるのですが、わざわざうわー意地悪。その近づいてきた人、政治に理想を掲げないで物事が良くなるとは思えませんと、とっさに返しましたが、すごい。その後しばらくその人との対話について深く考えてしまいましたが、やっぱり崇高な理想を持った活動って大事と勝手に納得しています。うん、まあ、これ大事だ。自分が納得ことも大事だ。これアノミー、ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗事については常々思うところがありました。常々綺麗事は発してる人が使う言葉ではないですよね、うん、本人には純粋なただの考えや思いだと思います。確かに。だけれど、そこは考えない他者が例えば絵空事のようなことを言っていると感じた場合に、それを指して綺麗事だという、双方の認識にそこがある場合に生まれる。綺麗事って批判的に言われるけど、やられたそれは悪しき考えかと、考えと思うかというと、それは一概に言えませんよね、うん、お花畑なんて揶揄もされます。だけどそう揶揄されるからってそれが悪いとは限らない、うん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 、どんな綺麗事でも言える社会がいい。綺麗事とまるっと一言で片付けられてしまうと本質を見落とす気がする。私は綺麗事と言われようが、綺麗事を言う大切さを大事にしたいと思う。例えば憲法には実務的なことを記すのではなく、理想とする理念を掲げるのだと思うのです。それは綺麗事でしょうか。そうであろうとする姿を記す、それのどこがいけないのかと思います。確かに綺麗事で何が悪いっていうのも一つのスタンスですね。そうですね。なんかあとその平和を唱えたり、例えば核廃絶とかいう立場が綺麗事とかリスク言われることが逆にちょっとよくわかんないっていうか、そんな綺麗なんだろうな。なんか私あの戦中の曲歌とかを検索してた時に、はい、あの爆弾くらいは手で受けよとかが出会ったんですよね、はい、それが、まあ、こんな歌詞で、まあ、不覚を取るな恥かくな、100万の敵も一人で受けて立つ、いざという時は体当たり、それ爆弾ぐらいは手で受けよっていう歌詞なんですけど、それの方がよっぽど理想論っていうか、はいはい、当時 その社会通念みたいなものの、その補助線っていうのはどこに惹かれてるかで、なんか受け取り方変わる、ね、ある種当時は現実だと思っていたものが、実はいかに精神主義だったかっていうのがあったりする。だから例えば核抑止とかそうしたものも、まあ、高度に戦略的な安全保障議論なんだと思いきや、一方でそれがロシアなどの、あの発揮のされ方などによって他の国がいろんなことに参入できないという状況もこう可視化されたりすると、うん、それがあればよかったというわけでも当然ないので、うんうん、でさらなる思考とか問いっていうのを加えていくっていうことも必要だよねっていうことは、まあ、それこそ現実を観察した上で新たな理想とは何か、そんな思考も必要になりますよね、うんうん。ここからは番組がピックアップした話題をご紹介します。戦後79年が経ったのは日本の話。ウクライナとガザでは今も世界を揺るがす戦争が続いています、戦争に反対する気持ちを表現するアクションとして今年になってから広がっているもの、その一つに本読みデモというものがあるそうなんです。東京、茨城、長野、愛知、福井、鹿児島、自発的なアクションが様々な地域で広がっています。この本読みデモ、
全国に広がっていくきっかけとなったのが、筑波大学で毎週金曜日に行われているアクションです。うん、こちらの発起人で、筑波大学の大学院に通う学生、安田真由さんにお話を伺っているので、こちらをお聞きください。はい。なんか私自身、こう、スプレヒコールとかを上げるような、大きな、こう、音を出すような、デモにちょっと参加しづらさを感じていて、あ、自分は自分でできる形でそういうアクションを起こしたいなっていう。それで、静かに本を読むっていう抵抗の仕方もありなんじゃないかなっていうので始めました。週に一度毎週金曜日の6時から8時に筑波大学内でやってます。レジャーシートの上に本とか、あとは資料とかをこうバーっと、本はだいたい20冊くらいからなんか並べて、パレスチナに関するもので、まあ絵本とかもありますし、こう人文書だったりとか、小説とかも置いてます。パレスチナの文学の。誰でも読んでいいですよっていうのをやっています。なるほど。なんか、自分のペースで静かに参加できるのがいいのかなっていうのと、ただ通りがかるだけでも、あ、そういうのがあるんだっていうのを遠くから見て知る人とかもいて、もともと本が好きな人とかが興味持ってくださったりとか、もちろんなんか私はその一般的なデモもすごい素敵だなと思ってて応援する気持ちを持ってるんですけど、やっぱりこう大きい音がダメな人とか参加しやすいようななんかその空間を作れてるんじゃないかなと思います。なんかもっといろんな人がやってくれたらいいなって思ってます。めっちゃいいじゃないですか。いいですね、なんかそのそこでね、初めてそういう例えば20冊の本を彼女は用意してくれてるんですもんね、うん、そこで初めてそういう本に触れるっていうこともなんかできたりするし、なんかその静かなデモっていうのは、うん、なんか参加しやすそうだし、同時にその2時間で、うん、自分が知ることも増えたりして、うん、なんかとってもいい気がしましたね、うんうん、知らなかったですこの本読みでも、うんうん、私ねなんかずいぶん前にテレビで別のなんかそのヘイトスピーチとかが結構行われている街で、それに対しての、行動で割と中高年の私たちぐらいの人たちが小さな椅子を折りたたみの椅子を持ってその駅に集合して、で邪魔にならないところに椅子を並べて静かに本を読んでるっていうのを見たことはあったんですね。でそれの進化型でそのテーマを決めてとかっていう風になっていったのかもしれないなって今、うん、思いました。あったらねちょっと寄ってね、うん、本パラパラって、うん、そうでもそれはどこでもできますよね、うん、なんかカフェみたいなところでもそういう本を並べておくってこともできるし、何かそうもちろん本屋さんとかでも、うん、もちろんねやってるかもしれないけど、そういうフェアをやるだとか、うん、そんなところでできるかもしれないね、会社でもできますよ。そうですよね、うん、会社でもできるよね、うん、なんかこれを知ってデモへのハードルが下がった気がしました、うんうん、そうですよね、なんかこういうフェアみたいなのはよくやってたりするじゃないですか、うんうんうん、でもこれをデモって言っていいんだったらみんな参加しやすいだろうなって思いました、うん、そうですね、うん、なんかレジャーシートの上で寝っ転がったりして本を読んでいることもデモになるっていうのはすごい気持ちよさそうで、ね、平和的だなってすごく思います、ね、さっきこれハッシュタグで調べたらやっぱりその公園でやっているのもありました。そうですか、はい、それで本当にスペースを分けてこれを読んで人と話し合いたいスペースも作るし、もう一人でゆっくり本を読むスペースも作ったり、あとは筆談で話をできるようなものも用意してますって書いてあるところもありました。へー。なのでやはり大きい音が苦手な方だったりっていうのはどういうふうに意思表示をしていいかわからない方もいると思うんですけど、そうですね、こういうやり方があるんだなって本当にいろんなアイデアがありますね。ね、
今日でもこうおなんていうのかな、ご紹介してるんで、みんな若い人が主体となっているっていうのがとても素晴らしいですね。本当にアイデアが豊富です、本当に私たちがそれを本当にこうなんて応援してい けたらいいです ね、 キョンさんはあの平和について考えるきっかけとなるような本、何かおすすめあったりしますか？いろいろありますけど、そうだな、なんか向田邦子さんが書いたとても短いお話を、角田光代さんが絵本用に書き直したものを西加奈子さんの絵で書いてる絵本があって、字のないはがきって言って、自分の妹さんの話を書いてるんですけど、もともとはなんかその一番ちっちゃな妹さんが戦争が始まって、で一人で疎開させる親戚のうちに、その時にすごく無口なお父さんがはがきを渡すんですね。で宛先は自分のその自分たちがいる住所が書いてあって、裏は何も書いてない。で毎日これをポストに入れて、元気な時は丸、悲しい時は×って自分で書いて、そのハガキをポストに入れなさいっていうエピソードなだけなんですけど、なんだろう、その戦争について、その私たちもそうかもしれないけど、現実味をなんか感じないのって、そういうなんて具体的な、何かエピソードとか、そういうただなんか普通の、本当に普通の家族の中にもそんな風ななんか出来事が起こる、みんなお元気だったと思うんですけど、結局ね、その向こうだけは。でもなんかその具体的に何かを知る、感じるっていうことから始めるのがいいかなと思うと、その絵本はとても、素敵でした、字のないはがき、字のないはがき。TBS ラジオ